ジャパニーズボブテールは日本猫を起源とする猫の一品種である。ポンポンのように丸まった短い尾が最大の特徴である。丸まった短い尾の猫は古来より日本に生息していた。アジア大陸から太古の日本列島へと移り住んだ猫の中に切り株のように切れた尾を持つ個体が混ざっており、それらの切れ尾の劣性遺伝子が在来の限られた。 遺伝子プールに拡散していったという説がある。ジャパニーズ・ボブ・テールの歴史は、このような日本猫の時期末として、20世紀のアメリカ合衆国で始まった。そのきっかけは1960年代、日本に滞在していたジュディ・クルフォードという名のアメリカ人、女性であった。日本猫に魅了されたクルフォードは、母国のバージニア州に住むエリザベス・フリーレットという名の、友人に、 日本猫のオスとメスをそれぞれ一匹ずつ送り届けた。翌年にはそのつがいがこう出産し、やがて帰国したクロフォードがその繁殖に着手した。1968年だけで100匹以上の単語の日本猫が米国へ移送され、本格的な繁殖計画が始動した。基本的には単母種であるとされていたこの種であったが、それらの中に 長毛の個体が混入していたことで、1970年代の初めに長毛の遺伝子の存在が確認された。やがて1976年に、米国の猫種管理団体であるキャットファンシアーズ・アソシエーションから、ジャパニーズボブテールは一品種としての認定を獲得した。そして1992年に、その長毛種にあたるジャパニーズボブテールロングヘアが新たに公認された。 北アメリカの猫主認定機関にて遺伝審査委員を務めるグロリア・スティーブンスはジャパニーズ・ボブ・テールについて日本の街で普通に見かけることのできる猫であるとしている。また、スミソニアン博物館のフリーアー芸術展に長毛の猫を描いた15世紀の大きな絵画がかけられており、その猫をジャパニーズ・ボブ・テールであるとしている。一方で、 日本猫の第一人者でもある平岩幸子はジャパニーズボブテールは日本猫を原型としてはいるもののこの品種に特徴的な単語とミケに着目した上でいわば人為的に作り出されてきたのがこの品種であって厳密には日本猫には該当しないものであるとしているあるいは言い換えるならば欧米人の思い描く日本猫の姿を目指して作られてきたが故にその様式が 本来の日本猫とは微妙に異なるのであるという。また、原産地である日本では、交雑によりほとんど絶滅状態になってしまった純粋な日本猫と対比させた上で、純血種として国外で手厚く保護されてきた日本猫以上に日本的な雰囲気を漂わせた猫と表現したものもあった。ジャパニーズボブテールの外観については、 類似した品種が他に見当たらないとの表がある。体の各所が全体的に長く、線がはっきりとしている。最も顕著な特徴は、ポンポンを思わせる、短く巻いた尾である。この品種に特有であるうさぎの鬼に立たん尾は、劣勢遺伝子によって発現する。従って、両親が共に、この遺伝子の持ち主でない限り、形質がここに現れることはない。 普段は短く巻いたままにしており、限界にまで伸ばしても7 5トル以下というのが通常であるが、長いものでは1 0トルにまで達することがある。同様の短い尾を持つ猫の品種に、千島列島を発祥地とするクリルアイランドボブテール、アメリカで発見されたアメリカンボブテール及びマンシマに生息してきたマンクスがある。クリルアイランドボブテールは、 ジャパニーズボブテールと遺伝的に類似する。アメリカンボブテールについては、ジャパニーズボブテールの単語の遺伝子を継承した上で、生まれた品種であるとの説が提唱されているものの、定説には至っていない。マンクスの持つ単語については、ジャパニーズボブテールの原型である、日本猫の単語とは別の遺伝子によるものであることが、確かめられている。ジャパニーズボブテールの胴体はすらりと細長く、 筋肉質でありながらも、決して大きくはなく、運動に適した体型を持つ。足も、同様にほっそりとしているが、頑丈である。また前足に比して、後ろ足の方がやや長めであり、より筋肉質に見える。両側の方が緩やかな曲線を描く金星の取れた三角形の輪郭に、鼻の先端から頬までにかけて、二本の平行線が、はっきりと目立って通っている。 耳は大きく直立しており、先が丸みを帯びている。目は楕円型にして大きく、例外もあるが、基本的に毛色に応じた眼色を持っている。愛眼用のものとしては、オッドアイの人気も高い。ジャパニーズボブテールにおける、オッドアイは、白地のみ家の個体に特に多く見られる。自然発生した、単毛種と突然変異である、長毛種が存在している。 あらゆる毛色の個体が存在するが、愛眼用としては、白と石黒の三毛、白と赤、白と黒という三種類の毛色に人気が集中している。毛質は滑らかで絹のように柔らかく、抜けにくい。長毛種ならではの特色として挙げられるのは、化粧用、パフのように放射状に広がった微毛である。高い順応性を見せる賢さを持ち、人懐こく、 飼い主の言葉にもよく反応するなどペットとして非常に適している。猫たちのグループ意識も高く、新しい猫を加えるなどしても比較的早く適応し、母猫が数年経って自立した子猫に対しても世話を焼くなど多頭飼いもしやすい。喋る猫とも言われており、ゆっくりと音程を変えながら飼い主に語りかけることもある。また、水を好む個体が多いと言われるが、 これは種的な性質ではない。単語はこの種の特徴であり、多種で生じうる背骨や尾骨の気形に由来するものではない。遺伝的に健康な種で、子猫自死亡率は低く、病害抵抗性は多種に必して高い。一方で、ジャパニーズボブテールの発祥年代をブリーダーであったフリーレッドが日本国外初の繁殖計画に着手した1968年で、 あるとしている記録もある。日本と世界の猫のカタログ 96ISBN 44億1 5 4万829ページ。54? ジャパニーズボブテール。ありがとうございます。